タルミクは神戸市を構成する旧行政区の一つで同市の南西部に位置する。赤石海峡大橋の起点がある。西区と同様に全域がハリマ国赤石郡に属していた。スマクとの境を流れる小川は元来摂津国との国境であることから境川と呼ばれる。ただしスマクスマニュータウン西部はタルミクから割上された地域でハリマ国に含まれる。 淡路サービスエリアから望む垂水区中心部区内には、高丸団地や名前団地、多門団地などの団地群が形成されている。1995年の阪神、淡路大震災後は、壊滅状態となった神戸市街地からの避難地として、その後も人口は増え続けており、神戸市全人口の約15%以上を占めている。また、神戸独特の海と山が迫った地形と神戸、 三宮や大阪都心にも比較的近い立地から芸術家、作家、音楽家など多くの文化人が住む。また塩谷町六丁目には神戸ジェームス山外国人特別居住区がある。JR 神戸線と山陽電車が東西に走っており、明石駅まで約5分、三宮駅まで約15分、大阪駅、姫路駅までそれぞれ約35分。 タルミという地名は、かつて東タルミに駒社滝、ャ和滝、大池が滝の三小幕府があったという記述や駒社滝、ャ和滝、恩地滝、白滝は、昭和初期までは、東タルミから塩屋にかけてあったことに由来すると思われる。この滝の歴史は古く、万葉集でも、石橋る、タルミの上の沢わらびの萌えいずる春になりにけるかもと、読まれている。 山陽電気鉄道本線の滝の茶屋駅の西側約80メートルの地蔵の右脇に白滝川と書かれた白毛山橋の共鳴版がある。高等学校、中学校、小学校かつて存在した小学校特別支援学校各種学校なお、区内に市営地下鉄は通過していない。ただし、一部精神線学園都市駅を最寄りとする地域もある。かつて、 赤市 A バスも乗り入れ、神戸市 A バスと山陽バスとの三社局で共同運行を行っていたが、2012年3月16日に事業廃止により、山陽バスに移管し、神戸市 A バスと山陽バスの二社局の共同運行となった。また、神戸市9区では、東灘区、灘区、長田区とともに、新規バスの路線が乗り入れていない区でもある。 孫文記念館舞妓延命地蔵五色塚古墳、マリンピア神戸、ありがとうございます。